皆さんこんにちは、おしゃべり彼女です。今日は平日ナイトゲームということで、とりあえず一人で驚きに着きました。ちょっとまだ時間があるので、彼の分の唐揚げ買って待ってようかなと思ってます。1年ぶりの驚き、今年も来れると思わなかったので嬉しい。今日も勝つぞ。おう、やっぱり結局アイラブ静岡っていうことですね。ではもう彼も武蔵小杉に着いたみたいなので、もう応援も始まってるので会場の中入ります。はい、どうも、無口な彼氏です。その等々力陸上競技場に向かってます。かなり時間がギリギリなので急ぎます。武蔵小杉駅から改札出るのに10分ぐらいかかってびっくり。ちょっと想定外でした。着きました。絶対遠回りしたわ。今から彼女を探します。お疲れ。いたいためっちゃ歩いた。やばいね、うん、さらに10分歩く。うん、入りましょう。余裕で間に合ったね。めっちゃ早く歩いた。入場しましたよ。焼きそばタイム。ハマった。この太麺がいいんですよ。ちょっと美味しそうに見えます。うわ、ほらほら。ハーフタイムです。2対0で負けております。まあ、格上っていうのもあるからね。圧倒的に内容も向こうの方がいいもん。うん。川崎はなぜこんな低迷してるのかってぐらいやっぱりうまい。うまいね。腹ごしらえ中の彼女。
あんたが大将。はい、はい、6対0で川崎フロンターレの勝ちでした。残念ながら負けてしまいました。まあしょうがないねっていう内容だった。もう川崎に圧倒されてる感じで。本当だね、力の差は歴然っていう感じで。若い子にとってはいい経験だったんでしょうかね。リーグ戦もあって過密スケジュールの中だから、どうしてもメンバーはこういう風に絞られてくるけどね。それでもちょっと 6-0 はきつい。まあでも川崎のメンバーはほぼ一軍、うん、あと数年後清水を引っ張っていってくれるであろう選手たちがこれからたくさん成長していきますよね、うん、今週の大宮戦は何としてでも勝ちます。うん、そこが大事。じゃあ仕事終わりでお疲れモードですが、明日からもまた仕事頑張ります。今日も見ていただいてありがとうございます。じゃあね。じゃあね。真っ暗になっちゃった。